はい、皆さん、こんばんは。草島新一です。今日は10月22日。今、総選挙が行われています。それにあたって皆様にお伝えしたいことがあるので、この動画を作っています。私は、市民運動、災害ボランティア、また、ダム問題をきっかけに、政治で何とかしなきゃいけないということで、この市議会議員となり、一時は県議会議員をし、そしてまた市議会議員となって、活動をしております。私はずっと政党に属さないで、無所属市民派というところを貫き通してきました。今回の選挙ですけれども、まずですね、まず皆さんにお伝えしたいのは、皆さんの一票、無駄にしないでってことをまずお伝えしたいです。今までの選挙で、国政選挙、投票率50%切ってるんですね。半分の人が投票行ってない。だから、組織を持っている。まさに今回裏金事件ありましたけど、お金でつながってる。その票の、を固めている自民党がいつも勝っちゃって、全然全く変わらない政治がずっと続いてきました。この国は30年不況が続いています。それは何が悪いか。政治が悪いからこういうことになってます。それと、皆さんにお伝えしたいんですが、この不況ですね。不況だったら不況じゃないようにするのが政治です。で、世界中どうなってるかっていうと、経済がシフトしてます。確実に新しい経済にシフトしてます。日本だけが停滞してる。日本だけが賃金上がんない。だから本当大変な思いをされてる皆さんがたくさんいらっしゃると思います。特に若い皆さん、非正規雇用とか、大学にもお金がかかってとか。まあ、EU 諸国は大学院まで無償、学費無料なのが当たり前なんですよ。教育にお金かけてない筆頭の先進国が日本です。ね、どんどん、もう大学に行くにも、ね、ずっとお金かかって、それが常識のようになってきましたけど、常識のようにされてきましたけど、国が予算投じないから、ね、皆さん有料で、大学行かなきゃいけないって話になってます。それと、医療費も、こんなお金かかんのは日本だけです。先週もスペインから私の友人のアーティストが鶴岡にいらしてたんですけど、いろいろ聞きました。スペインももう完全無料で、はい、無料だそうです。精神医療なんかも、もう1時間半ぐらいカウンセリングが受けれてとか、もう本当にその充実した医療が無償で受けれるってことなんですけど、それも日本はそうなっておりません。で、お伝えしたいのは、今、日本の大きな問題として、2万5千人もの実死者がいらっしゃるということです。若い人たちが特に今、実死が増えてるんですよね。なぜか。これは日本のこの国に希望がないからです。絶望を作り出している、そういう政治が続いてるからそういうことになるんだと思います。これを何とか変えなきゃいけない。で、私も災害のボランティアからのスタートでしたので、一言言わせていただくと、被災地で、避難されてる方を体育館に雑魚寝させて、低体温症で、亡くなるみたいな。そんなところは先進諸国どこにもありません。災害関連死なんて言葉すらないんですね、基本的に。でも日本は阪神・淡路大震災から来年もう30年経つというのに、その避難所の風景がなかなか変わりません。でも NGO も NPO も、その阪神・淡路の時にボランティア元年から始まった市民社会は確実にいろんなことをゼロから一を生み出しているんですけど、
いかんせん政府がドケチなので、そのいい方策を生み出してもなかなか政府の政策に反映されず、結局いつまでたっても被災地の状況というのは変わらない。そんな中にいます。これも政治がダメだからです。経済のシフトで言うと、例えばエネルギーの問題なんかは、例えばドイツ、脱原発を昨年の4月15日かに完全に達成してます。そのきっかけになったのは2011年3月11日の日本の福島原発の大爆発事故です。こんなハイテクの国でも原発っていうのは制御できないってことが分かって、当時のメルケル政権が2022年の末にはもう原発ゼロにするっていう、そういう法律を国会で作って、2011年当時は17基原発があったそうですけれども、確実に一つ一つを廃炉にし、昨年の4月15日、ちょっと伸びましたけど、15日には完全ゼロにしました。で、その間何をしたかっていうと、ドイツは再エネに舵を切ってエネルギー革命と題してエネルギーベンデっていうのを確実に行いました。で、原発で働いてたその人たちを教育を受けさせて、そして再エネでその仕事を作る。再エネの仕事についていただく。そういうことをやりました。原発だけではなくて、化石燃料のまさに石炭火力のその現場、石炭採掘から石炭を使った発電、そういったところに従事している方々を教育を受けていただいて、再エネ、また新しい産業にどんどん移行させる、まさに公正な移行ということが行われているんですが、その間に投資された金額というのは200兆円です。200兆円です。まあ、日本はどうなんでしょうか。そういう未来への投資を行ってるでしょうか。今確実にそういう公正な移行を世界中、特に先進諸国は行って、グリーン雇用を生み出し、グリーンニューディール、グリーン雇用を生み出して、まさに持続可能な社会に向けた経済が作られて、それが今行われてるんですね。日本どうでしょうか。既得権益、原発産業、大手電力会社、まあでっかい自動車産業、そういうところの既得権益を肥やすだけの、まさに今だけ、金だけ、自分だけ、自分たちだけ、その政治が行われているがためにシフトしないんですよ。だから経済の目が全然ない。経済の目を潰してる。それが今までの自民党の政治です。今だけ、金だけ、自分たちだけ、裏金、それは象徴です。裏金象徴ですけど、基本は金なんで、判断基準は。だから全然シフトしない。シフトもしなければ、なんて言うんだろうな、未来ないんですよ。今お金かけなきゃいけないところたくさんあります。私も介護の現場にいましたけど、介護職の皆さん、本当頑張っていらっしゃって、プロの仕事なのに、私はもう10万円台の給料にいきなりなっちゃって、もう生活ができなくなっちゃって、大変だったんですけど、本当ドイツの介護職って、日本より月給10万円多いですからね。それが普通なんですよ。そういう調べると、今もう AI とかで調べれるから、ちょっと調べてみるともうびっくりしますよ。ええー、って、もう、あれな、もう、こういうもんだって言ってる、この日本の常識って、もう本当非常識なことはいっぱいあるんですよ。それを、まあ、報道も含めて、プロパガンダで、こういうもんだって示して、当たり前のようにこうやってっていう、消費税もそうなんですけど、コロナで不況に陥って、消費税を下げたりする、その先進諸国、いろいろいっぱいあるです。ドイツもそうだし、
それも1ヶ月で税制改革やって下げたりっていうところも見られますし、2週間のかな？そういうところもあります。日本だけなんか社会保障費がとかっていう理由付けで下げてないんですけど、とんでもない話です。不景気だったら消費税下げるっていうのは当たり前のように行われてるのに、それもまあプロパガンダで皆さんに情報をこうね、操作して、日本のが当然だとか当たり前だとかって。もう全然わけわかんないですよ。で、化石燃料も効率がいいからとか言って、あとはアンモニアと混ぜるから大丈夫だとか言ってるのは日本だけなんです。みんな エネルギーシフトしてるし、新しい経済の芽をに投資をして、未来への投資が行われてるんです。だから経済がどん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 良くなってる。ね、今、こういう iPhone とか作ってる Apple も、エネルギーに関しては、リニューアブルエナジー100%、RE100% つって、再エネの電気しか買いませんっていう、再エネの電気しか使いませんって言って、で、この部品作ってる台湾の TSMC も、そういうチェーンの中にあるので、今頑張って再エネ100%電気使おうとしてる。なので台湾は今本当は洋上風力がどん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 増えて再エネにシフトしているわけなんですね。で、まあ再エネについては日本の、これはちょっとだけお伝えしておくと、再エネだから何でもいいかっていうとそうではなくて、非常識な離岸距離で2キロとかっていうところに、15メガワットとかっていう、そんなもう巨大なところと、もう巨大な風車を建てようとしてるって、非常識については、まあ、ここ1年、2年ぐらい前から訴え続けてるんですけど、そういう問題はあるにせよ、再エネにシフトするグリーン雇用を作っていく、そういうサステナブルな、経済に今移行してるっていうことは踏まえなきゃいけないっていうことだと思います。一つだけ言っとくと、再エネも、そう、風車とか建てる場所を間違えると、ちっとも持続可能な経済にはならないので、人に迷惑かけたり、生物多様性を損することになったら、それこそ持続可能ではないので、そこだけはお伝えしておきます。私が今行ってる政治は、持続可能か否かが判断基準です。で、まあ、SDGs とか掲げてるので、社会はそういうことが判断基準のはずなんですけど、日本の社会は今だけ、金だけ、自分だけ、自分たちだけ、これが判断基準です。金が判断基準です。それは今だけの。未来のことなんかちっとも考えてない。それが自民党の政治なんです。これを崩せるかどうか。そうではない、全く新しい政治を築けるかどうか。大転換できるか。それが今回の政治、今回の選挙です。今までのように、今だけ金だけ、自分だけ、自分たちだけの政治のままでいいですか？そういう問いかけが行われてます。で、私は改めて問いかけたいです。本当に今のままでいいですか？絶望で2万5千人死ぬ、そういう政治でいいですか？ということです。で、今までの選挙、半分の人選挙行ってないんですよ。だから、組織持ってる、もう金でつるんじゃってる、そういう自民党が勝っちゃうんです。だから、変わらないできました。これ変えれる可能性は十分あるんですよ。皆さんが選挙行ったらいいんです。皆さんが希望を持って、希望の未来を作ろうって言って、一票投じるだけでいいんです。自民党ではないところに入れたらいいんです。自民党、
だったり自民党と似たようなところじゃないところに入れたらいいんです。それでこの社会は希望の社会へ生まれ変わります。ということで、私は山形県に在住して山形3区ですので、山形3区の選択肢は、まず示していきますね。山形3区の選択肢はこの石黒さんです。私も県議会1期だけさせていただきましたが、同僚の議員でした。もう現場現場の人です。町議会議員、酒田市議会議員、そして県議会で本当現場現場の声を拾っていろいろ発言をされている方で、私も大変信頼のおける方です。ただ一言、その洋上風力のことについてはしっかりと物を言っていきたいと思いますけど、聞く耳持ってる方だと私は信じます。なのでぜひ第3区、山形第3区は石黒悟をお願いします。で、比例は私はじゃーん、令和です。お、ごめん、比例は令和、比例は令和です。で、私は政党属してないと言いました。もちろん令和の党員ではありませんが、この間まあ山本太郎議員の行ってきたこと、まあ新聞報道とかではなんかこうやんちゃなところしか映してませんけど、能登半島地震、もう何回言ったんだ、何回言ったんですかね。本当私もオープンジャパンの一員ではもうあるんですが、もうその NGO と連携して現場に足運んで、本当にその被災地の声を丹念に拾って、そのまま国会で、ね、取り上げて追及する、もう本当真っ当な追及でした。で、まあ脱原発の追及から、脱原発の追及から、それはもう見事なもんだと思うんですけど、脱原発のこと、あとは今回の被災地の支援のこと、それから憲法のこと、ね、もうなんか現場行ってない人たちがなんかこう、なんだ、その災害時にはなんだかかんだらで、その緊急事態条項が必要で、もうとんでもない話ですよ。国権限が言っても何も現場よくなんないんですよ。現場知ってる人はあんなことは言いません。現場分かってる人はその権限はむしろ自治体に移管した方がいいっていう、そういうことになる。つまりそれは十分法律でできることだし、だからとってなんか災害が多いから緊急事態条項なんとかかんとかって、そのもう全然論外ですね。なのでそのことを捉えても真っ当です。憲法 の考え方についても私は本当真っ当だし支持しています。はい。なのでまさにこう、あとはそうだ、もう一つ消費税のこと、この消費税についても不景気が続くなんていうところを解消するには消費税下げるって、ここ当然のことなんですよね。ドイツでもやってる、まあ先ほども言いましたけども、そのことについてもしっかりとこの令和は言っています。で、まあグリーンニューディールについてもウイコさんというのは私も、政策 の勉強会などで、緑の関係とかで一緒に、勉強したりした仲なんですけど、本当グリーンニューディールを提唱していて、まさに真っ当だと思います。今のシフトしないで皆さんにもう本当不況の中でね、本当大変なことになっているこの状況を打破する、ブレイクスルーする経済政策としては、まさに令和が掲げるその経済政策は本当真っ当だと思います。それからさまざまな憲法、それから平和、まあ、環境、エネルギー、原発のことなども本当真っ当だと思います。で、まあ、国会に、まあ、船越さんをはじめですね、障害をお持ちの方が
直接その当事者として発言をしている。このことも素晴らしいことだと思いますし、こういうところからも、まさにこの新しい令和のこの拡大、これが今回の選挙でもっともっと起きたらいいなというふうに思っています。で、山形県内でも、大石田町議だった新渡戸統真さんが、この選挙に出ております。で、私も一回現場で応援しに行ったんですけど、選挙事務所は自宅で、選挙カーを運転してるのはなんとお父さんっていうですね、本当手作り選挙でこの大きな選挙に立ち向かっていまして、でもう市民派なのでバックは何もありません。大企業もついてないし、宗教団体もついてないし、統一教会ももちろんついてないし、もう本当市民の、私は仙台から来ました、福島から来ました、ね、山形市から駆けつけました、なんていう方々がみんなで応援しています。私もまさに手作り選挙でこれまで私自身もやってきたんで、その思いに応えて、また現場足を、現場行きたいと思ってるんですけど、2区は新渡戸統真さん、令和から山形で唯一出てる新渡戸統真さん、ぜひ、ご支援をよろしくお願いします。で、1区は原田さんですね。立憲民主の。まさに福祉。この社会福祉政策の専門家で本まで書かれている大変、素晴らしい方だと思います。ぜひ、そういう、方々に投票することで、この山形の社会も確実に変えることができる。皆さんの一票っていうのは本当重いんです。絶対無駄にしないでください。特に、ね、18歳なりたての皆さんや、20代の方、30代の方、で、働き盛りの40代の皆さん、選挙や、この政治っていうのは、皆さんの暮らしに直結してます。今の絶望の社会のままで本当にいいですか？この社会を希望の社会に変える。それが皆さんの一票です。そういう一票にしてください。まあ、こういうもんだとか、これもこういうもんだとかで諦めてないで。皆さんの一票には可能性があります。なので、ぜひその可能性にかけて、皆さんの一票の権力を行使してください。それが主権者の皆さんのお役目です。ぜひ皆さん、今回の総選挙、皆さんにそういう思いを込めて可能性の一票を投じてください。ブレイクスルーを作り出してください。私からの心からのお願いです。よろしくお願いします。ということで、草島真一でした。また 動画に現れたいと思いますので、よろしくお願いします。ではでは、失礼します。